いさい。チャンプルーです。ですね、今日はこう私の超贅沢っていうやつをご紹介してみたいと思いますね。超贅沢。そうですね。超贅沢っていうのをこう考えてみました。っていうか、コスコに行ってね、これを買ってきたんですよ。キングクラブですね。ね、値段がですね、$36.17、パウンドでね、600g ぐらいで$26.99っていうやつですね。まあこう多分私にとって今年一番の贅沢かなとかって思ってますね。でまあね、やっぱりこうミニマリズムっていうわけじゃないんですけど、車の生活してますんで、だいたいこうフライパンで何でもやろうっていう感じなんですけど、こうね、あまりたくさんいろんな荷物があったらこうどうしてもね、車が重くなってガソリンの問題とか出てくると思いますね。まあこれですね、こう銀紙をつなぎ合わせてこう丸めて、こうなるべく揺れるよりもスティームした方がこう味がね抜けなくていいっていうことなんで、こういう感じでこれの上にこれからこのキングクラブを乗せてね、蒸して食べようっていうことなんですが、今ね、場所が、わあ、美味しそうですね。美味しいかにーみたいなやつですね。美味しいかにーみたいな。美味しいかにーみたいな。すいません、いつも子供みたいで子供です。まあ、カニの匂いがしますね。フォーエバー21ですからな。よいしょ。ね、カニ。っていうやつですね。キングクラブ、美味しそうですね。まあ一つでいいか。これでお腹いっぱいなのかな。で、水を入れないといけないですね、水をね。水を入れないといけないですね。さあ、ちょっとお待ちください。やっぱり面白いもので、場所っていうか景色っていうかが変わるだけで、まあこういう感じでね、鍋にお水をちょっと入れて、こうこれから蒸し焼きにしようっていうやつですね。あ、電気じゃない、火がついてない、ボンベがついてないっていうやつですね。よし、いやー、なんか幸せー、美味しいの食べてる時幸せーみたいな感じなんですけど、ね、やっぱポーズを取るだけでもね。すいません。まあな、大人になれないチャンプルーなんですけどね。で、景色もね、まあ前住んでいた家の近くなんですけど、家からだいたい5分ぐらいのところに大谷レイクっていうのがありまして、アメリカのオリンピックがあった時に、もうここのレイク、なんかカヤックかなんかの競技かなんか、ボートこぎなんかにも使われたみたいなんですが、ここですね、大谷レイクっていうところですね。ダムでせき止められていて人工の湖になってますね。でもうちょっとすると行くと、太陽もこんな感じでね、
魚釣りもできるんですけど、ナマズとかトラウトとか多分いると思いますね。ナマズは聞きますけど、トラウトも多分いると思います。曜日があって、何曜日と何曜日が OK みたいな感じの湖ですね。で、あとこうもうちょっとここから、そうですね、2、3分、5分ぐらいのところにスカイダイビングがありますね。パラシュートでこう一回だけ経験があります。こうね、スカイダイビング、まあちょっと今電波が入らないんでね、ちょっと残念なんですけど。あ、もう沸騰してきましたね。これは食べられないから他のジップラックに入れていて後で食べましょうかね。まあ本当すいませんね、自分だけこう超ね、幸せを味わって申し訳ないです。まあ皆さんもね、チャンプルーはもし食べることばっかりみたいな感じなんですけどね、たまにはいいですよね、こういうのもね、超豪華なね、超豪華なね、ああ汁が足らぬカニカニカニみたいなねあ、まあいいっすよね、たまには本当美味しいのを食べてね、こう後でまた夕飯にでも食べましょうかね。あー、これ爪ジップラック穴開いちゃいますね、これ。まあたまにはまあ2回に分けて食べて2食分だって考えると、まあね、36ドル7ドルって言ったら、まあ1000ね、700-800ドル、700-800円ぐらいのものなんですけど、まあ美味しそうですね。ちょっとこれ冷蔵庫に入れて沸騰してきましたね。きたーっていうやつですね。音楽もきたーみたいな、わー、ね、こんな感じですね。美味しそうですね、湯気が出てきてね、ハッピーハッピー。調子は会長っていうやつですね。なんかこれ沸騰するの早いな。わー、見てください、この湯気あちちちあちちあちちち、どうですか、これ湯気が出てきました。超うまそうですね。どっちでもいいか、ハサミを使って、ね、ハサミを使ってちょっとチョキチョキして食べてみたいと思いますね。すいませんね、こういう老眼にまで付き合っていただいて申し訳ないですね飽きさるようだね。出てきた。こういう感じですね。これ。すいませんね、申し訳ないです。一人だけこっちにします。いただきます。うん。美味しいです。幸せです。うん、ちょっとすいません、こっち
電波がおかしくてね、音楽も途中途中なんですけど、まあそんな感じでバンライフをエンジョイしてます。でこれからまあいつになるかわからないんですけど、旅を始めていきたいと思いますね。皆さんよろしければね、ぜひチャンネル登録、またできれば面白くなくてもグッドボタン押していただければ励みになりますので、自己中なビデオがほとんどだと思います。申し訳ないです。暇つぶしにはなるかもしれませんね。ということで、アジェ、またやーさい。ピューポッポッポッ。